弟様だとしても、もう時間も限られています。ここは彼女を追いかけましょう。それはまあ、あ、はい、そうでしょうね。見ればわかりますし。わかりました。元より高台様の人生です。あなたが思ったようにするのが一番です。ただし、それとは別口でモテオーラを高めることは忘れないでください。モテオーラが弱いままだと、告白が成功してもちゃんと天使の矢の力が機能するかどうか分かりませんから。で、どうするつもりですか？まさかまるっきりノープランってことはないですよね？忍様のおかげで悪魔はいなくなりましたが、まだダークパワーは女の子たちに残っています。放っておいても明日には治っているとは思いますが。また来てくれよな。セーブしますね。行き先を選んでください。
何放題、私にまだ用があるの。わざわざそんなこと言いに来たの？あなたって相変わらずバカね。あの悪魔が言ってた天使の力って、あなたの私を魔物から助けてくれた力、本当に天使様の力だったのね。本当はね、今日は私が悪魔と戦ってたけど、最初に受けた命令じゃマヤが悪魔と戦って私がバックアップする予定だったの。神園家は代々悪魔ハンターの家系なんだけど、実際に悪魔と戦えるほど力を持った人間は限られているの。その中でもマヤの力は飛び抜けているわ。歴代の中であれほどの才能を持った悪魔ハンターは他にいないってくらいだから、マヤは3年間本家の修行を受けて、私はこっちに残った。私はダメな子で期待されてないから。ううん、自分でよくわかってる。マヤの力を見るたびいつも思い知らされるもの。それでもあの子は私を慕ってくれるから、私はあの子のお姉ちゃんで居続けられた。お姉ちゃんであろうと努力してきた。今日だって私の力を証明しようと思って、本家の人たちに無理を言ってマヤと役目を入れ替えてもらったの。今回のことがうまくいけば本家の人たちを見返すことができるかもしれない、そう思ってね。私は力のある妹に嫉妬してたのよ。ひどいお姉ちゃんでしょ。その上、私は放題に天使様の力があるって聞いて、あなたにまで嫉妬した。私もう疲れたのよ。悪魔ハンターにもあの子のお姉ちゃんにもあなたの幼馴染にも。放題様、これは説得は難しそうです。ドキドキフィールドを使いましょう。今は忍様も弱っています。この状態ならばガーディアンも突破できるかもしれません。これもあなたのためです。恨み事ならお二人が結ばれた後にいくらでも聞きます。ドキドキフィールド展開。今の放題様の力ならきっと突破できるはずです。放題、お願い、私に構わないで。
弱るどころか堅くなに心を閉ざしてしまったのですか。放題、私のことはもう放っておいて。今まで以上は言わないで。私聞きたくない。放題、もしよかったらだけど、あなたのその力でこれからもマヤを助けてあげて。私は無理でもあなたならきっとあの子を助けてあげられるはずだから。じゃあね、放題。本当に申し訳ありません。私が誤った真似をしたばっかりに。宝大様、修行は厳しいし、しんどいけど、でも耐えられないほどじゃない。人に迷惑をかける悪魔を懲らしめるのは必要なお仕事だと思うし、修行も必要なこと。私は悪魔の中にもいい子はいる。だからできたら私はハンターじゃなくて友達になりたい。悪魔とも天使とも友達になりたい。傷つけることはしたくない。マヤ様、幼なじみ同士のシンパシーですか？わかった。なら、あの公園で。もしもし、しのぶちゃん？
ですよ。